差し掛かりましたのは日本期待の中島であります。15位です。89年の新車101に今年から NA のジェットエンジンを積み、チームも車もそして中島にとっても試練の3年目。気温41度、灼熱の路面をマシーンがかける。45周でクラッチが効かなくなるものの8位でゴール。まずは幸先の良いスタートだった。第2戦サンマリノ、予選初日は7位と好調。しかし翌日フリー走行でエンジン破損、結局24位でスタート。電気系統のトラブルに悩まされる。ウィリアムズがサンドイッチになっていますが、中島早く本線を、ね、抜け出したいですね。中島の前にはグーゲルミがいます。あ、中島ピットインだ。あ、中島がピットインしてますね。私が見るところ20馬力ぐらいは馬力出てるんじゃないかな。そうですか。さっきでつけられたんですよね、僕はあの除幕式が起こって。そうですか。あ、おりますね。もう結論が出たんですかね。そうですね、中島リタイアです。残念ですね。ダジュールの景色はいつも眩しすぎる。去年初めての予選落ちという痛い目に遭っているモナコ、雪辱を胸に乗り込む。中島苦手の市街地コース、初日のフリー走行14位と好調の予選。中島の機嫌は良かった。しかし思わぬアクシデントに見舞われる。予選前の車検に引っかかった。リアウィングが規定より3ミリ高いというのだ。メカニックチームのミス、ノコギリでウィングを切り詰める。時間はいたずらに過ぎていく。思い切ったタイムアタックができないまま中島予選落ち。しかしサバサバしていた。そしてウィングの剣には触れなかった。5月28日メキシコグランプリ、中島スタート直後に接触、いきなりのコースアウト。しかしレースは赤旗が振られ中断、リタイアにならずに救われる。予備のフロントウィングにナンバーを張り替え応急処置。慌ててコースイン。6周目バックコーナーのデコボコでギアが飛びスピン、中島リタイア。他のチームのマシーンが熟成されていく中、ロータス101は遅れを取っている。設計ミス、エンジン、チーム体制、歯車が合わない。続く第5戦、名門チームロータスにとってはグランプリ参戦400回目にあたるレース。しかしピケ22位、中島23位からのスタート。未だ低迷状態。13位までポジションを上げながらもスロットルケーブルが切れコースアウト、リタイア。第6戦カナダグランプリ、サーキットの上空では強い風が雲を流していた。タイムが出にくい向かい風。ロータスの暴れ馬を調教しきれず、中島2度目の予選落ち。F1 サーカスの舞台をヨーロッパに移しての第7戦。予選で中島は燃えた。19位、今年初めてピケを上回る。中島の、ね、右のサイドコンチューナーなんか外れてるように見えたんですけどね。あ、そうですか。ちょっと今左側のショットですか、わかりませんけど。さあどうでしょうか。オーカーさん、オーカーさん、ないですね。右のサイドコンチューナー外れてます。あー、ないですね。はい、これはちょっとなんでつけないんだろう。さあどうしたでしょうか。
コートの危険を抱えながらボロボロの状態で走り続ける中島。47周目には9位までポジションを上げる。あ、ご覧のように取れてちぎれてますね。マクラーレン、じゃあセナの相棒もっともっと何にやばい。さあ、かろうじて接触は避けたものの、その直後エンジンブローでコースアウト、完走できない。今年4打目のリタイアだった。まあ、もちろん一つ一つを取ればね、それは辛いことありますよ。確かに土曜日の飛行機に乗らなきゃなんてね。で、おい飛行機あるかいなんつってね、マネージャーに聞いて、早く手配しろ、帰る俺はとかだっていうのは決して嬉しくはないし、楽しい時間じゃないよね。気を取り直して臨んだイギリスのシルバーストーン。一昨年4位に入賞した得意のコースだ。順調に順位を上げ7位、あと1台抜けば待望のポイント。しかし突然のスローダウン、コースに落ちていたゴミがラジエーターに張り付きオーバーヒート寸前だった。どうしても距離的にはこれだけの感覚があるように見えるわけですよね。8位でゴール。ブラジル以来4ヶ月ぶりの完走。中島は F1 レーサーになった今でもドライブが唯一の趣味。ダメだよこの これ。車の調子も上がってきた。チームの雰囲気も明るい。予選初日のフリー走行、今一つタイムが伸びない。3つ目の試験員の走り方が間違っているのだろうか。中島はフジテレビの中継車に向かった。フェラーリの車載カメラでコースを研究。この後や、ダサいじゃなくなっちゃった。現れた。1秒以上縮める。18位で予選通過。過去これほど中島が過激に攻めたレースはなかった。おとなしい走りじゃない。中島3年目の意欲を感じる。9位まで浮上しタイヤ交換。15位まで下がるが再度急浮上。7位に躍り出る。しかし快進撃もここまで。当然得意な中島スピン、中島スピン、中島スピン、現在7位を走っておりました中島スピン。あ、中島スピン、これは何とかしてもらいたい。さあマーシャルが近寄る。ここ中島あまり仕草調子に乗り向こうとしてのスピンだった。レースを失う。皆さん復帰できますか。第10戦はハンガリー。予選2日目のタイムアタック。走りで1分22秒630を出し、前日より 1.36 秒ジャンプアップ。 F1 はマシーンだけでなく最先端のコンピューターテクノロジーとの戦いでもある。予選20位、10番目のグリッドからスタート。31周目に11位まで浮上してタイヤ交換。戦線復帰したその直後接触してクラッシュ。痛恨のリタイア。中島のアクセルコントロールのテクニックには定評がある。雨が降ると一段と速くなるのはそのためだ。ベルギーの予選初日は8位。しかし翌日は天国から地獄。トラブルの原因も分からずに中島27位、ピケ28位。ロータスはチーム結成以来初めて2台揃っての予選落ちだった。まあ楽しいことばっかしじゃなくなってもいるね。確かにね、楽しくないっていうのがね、その
俗に言うどういう意味の楽しくないんだって言われるとなかなかまた難しいんだけどね。こういう本当にこう起伏の激しい毎日をね送ることは楽しいことだよね。刺激があるよね、確かにね。いつか見た夢の色風に舞う。どこまで人生を楽しめるか、まず人間。エプソン。エプソン、ラップトップコンピューター。エプソン。いつか見た夢の色、風に舞う。どこまで人生を楽しめるか、まず人間。エプソン。1987年ロンドンの郊外、そこにはキャメルイエローのレーシングスーツに身を包んだ中島の姿があった。イギリスの名門チームロータスの新体制正式発表。この時中島はメカたちにやる気を起こさせる走りを心に誓っていた。F1 のチャンピオンエンジン、ホンダに乗っての恵まれた F1 デビューだった。まあ、もし僕が F1 に行けるんであれば、まずホンダの、ホンダ技研の後押しなし、協力なしでは難しいだろうなって一つ思ってたよね。まあ逆に言うとそれしかないなと、思ってたよね。で、まあそういう時が近づいたのが86年の F3000 を僕がヨーロッパへね、やりに来てたよね。でこの上ってのは F1 しかないなっていうのね。で、もちろんそれは僕の理想であって、なるなんとは思ってなかったからね。なるとは思ってなかったから、それはやっぱり最初ね電話もらった時にはびっくりしたよね。逆に今度期待がそういう風にね、いざ本物になると不安がちょっと出るよね。行けない時にはね、行けばこうだろうって思うけど、行くことになると行くとこうなっちゃうんじゃないかっていうのはやっぱりそういう不安ってのはすごく持ったよね。ドライバーは F1 レースの主役だがチームの一員。そのドライバーを支えているのがメカニックたち。 F1 が極限のスポーツと言われるのはその誰もが 100% の力を出し切るからだ。手を抜くことは許されない。チップを取るにはチームの力が不可欠なのだ。I think it's hard to know because the car is maybe not as competitive as the McLaren, and it's hard to know quite what the driver's like. But I think as a person, he's one of the best people I've ever worked with. His personality is. His personality is first class. Yeah. That's great. Okay.
We have a small problem with the communication sometimes on to explain a subtle detail in English, but otherwise I get on good. メカの他にも中島に影のように寄り添う男がいる。彼あっての中島、中島あっての彼。マネージャーの福田直道は元自動車雑誌の編集者。彼は中島のためなら平気で嫌われ者になる。83年以来中島と共に歩み続けている。78年欧米の F1 レースの長期取材をスタート。年間150日以上カメラを携えキャンピングカーでヨーロッパを転戦している。最初見かけてから10年以上になると思うんですけれども、とりあえず一番意識したのは僕がヨーロッパで写真撮ってて、で誰か日本人来ないかな、誰か日本人のレーサーが来ないかなと思ったら、そこに中島さんが F3000 でこっちヨーロッパに来た。その時が一番印象的でしたね。ああついに来たなっていうのが、これはもう写真撮んなきゃな、すごく撮りたいという気分にしました、ね、早く僕表彰台に乗ってほしいなと思うし、できたらばというか本当は真ん中乗ってもらわなきゃ困るんですけどね、そういうところを見たいし、やっぱり自分の目を通してカメラで撮りたいな、それを撮って残したいなっていう気分。だもうそれしか今は僕はないですから、もうそれをともかく待ってます。だから次の鈴鹿なんかも僕期待してるし、もしかしたら望み通り真ん中に立ってくれるんじゃないかと僕は思ってます。でもう中島選手のいない F1 なんかね、まあ、もう信じられないとか、ないも同じですね。グランプリで中島の車に積まれた車載カメラ、これで F1 の世界を覗いてみよう。ストレートの最高時速330キロ、走るというより轟音とともに飛び去っていく。次の瞬間マシーンの速度は時速80キロにまで下げられる。狭く苦しいコーナーに黒々としたタイヤ跡を押し付けながら駆け抜ける。最高速からコーナーまでの差、時速250キロの減速にかかる時間はわずか 2、3秒。この秒数をコンマ1でも下げるために男たちの汗と何億という金がつぎ込まれる。2時間余りのレース中のシフトチェンジはおよそ3000回に達する。ドライバーの手足はしびれ、心拍数は上がり続ける。正義の限界を超えた葛藤の中、知性、感性、本能を総動員してマシンを操り続ける。タフでなければ走れない。身長165センチ、体重53キロ。 F1 ドライバーの中でおそらく最も小柄。
同じエンジンならボディを含めドライバーが軽い方が有利と言える。しかし強烈な G がかかる。パワーが必要だ。田中教授は F2 時代から中島の体力作りを指導している。なぜかというとね、日常的にスポーツやってはい、中島さん、ラスト。中島の体は若い。ダッシュ終了後わずか5分で心拍数は正常値に戻る。はい、やめ33かな。中島選手のレース中、ジンに首を持ってかれて元に戻らない。斜めで前を見て走っているということはよくあることなんですね。まあ、正直言って首の場合には今 F1 の世界を股にかけているのシリーズを全部全うできるだけの強さは現在は持っていません。ただ腕と足に関してはね、まあ、世界のトップレーサーの力を現在持っているというのを我々考えてますけどね。首が課題です。はい、はい、今度は左のおでこに行って横へ押します。よー、F1 ドライバーとしての技術は発揮できない。まるでプロ野球の自主トレのように計画的な体力作りが行われる。脳の中で大量の酸素を消費する F1 ドライバーにとっては全身の持久力トレーニングが第一となる。F1 を一人で戦うことはできない。ドライバーが一匹狼で勝てた時代はすでに過去のもの。チームの一員として、また陰ながら支えてくれる多くの人に見守られながら、マシンはチェッカーフラッグを目指す。意外に自分のね、その好きなことにこう熱中してたような感じですよね。だから、例えばプラモデルがちょっと流行ってみたりとかさ、切手集めが流行ってみたりとかね。意外にその同じことにこう、まあもちろん車、ダンプカー乗ってみたりとかいろんなことあったけど、意外にその同じことをこう長く続けちゃうようなタイプだったよね。みんなもうやめていなくなっちゃって、いつの間にか自分一人でこうね残っちゃったみたいな、そのようなことが多かったような気がするよね。ただし学問だけにはそうなれなかったな。それが一番問題だった。バイクの運転を教えてくれたのもそうだし、四つ葉の運転を最初に教えてくれたのも兄貴だし、ただし兄貴は先に先にさっき言ったようにね、卒業してっちゃうんだよね全部ね。で僕はそこをずっと居残っちゃったみたいなね。で意外に面白、まあもっと面白いことに気がついちゃったような感じで、兄貴はまあ僕よりも本当に体格もいいし、そのね、僕の一番最悪のその学問の部分においてはもう全然秀でてたしね。だからスーパーマンみたいに見えたのね、自分でね。で兄貴ちょ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 こう、ね、つまんでは先へ行っちゃうわけよね。でまあそういうのがすごくこう羨ましく思えたしね。
でそれついてってもこれはついていけねえで僕はその車の部分に居残っちゃって、ほんともうちょっとねこう面白く感じちゃったんだろうね、うん、で、まあ逆に言うと兄貴に対してね兄貴に勝てる部分みたいに感じたんだろうね車の運転っていうのは。出来の悪い次男坊っていうのは迷惑っぽいことを親にはかけたかもかねえね。だけどまあその長男に対する期待じゃない、当然独立していかなきゃならない人間なんだからそういう意味での理解みたいなものはあったと思うよね、うん、だから僕がレースなんてもちろん職業に、なるかどうかね分かんないようなことにこの熱中してもね意外に、うん、その結果どうあれね、まあ、見ててくれたんじゃないかなそういう意味での理解だろうね、うん、と、まあ、協力かな、うんまあ、それとうまくいい結果なんかが出るとさ、こううまかったよね持ち上げ方がね、うん、でもお母さんはレースのことそんなに詳しくはうん、だけどね、時々、まあ後で知ったんだけど、結構見に来てたりましたみたいね、鈴鹿なんかね、勝手にね。ご存じないとこで。うん、勝手に見に来てたりしてね。去年の鈴鹿グランプリの予選初日、朝早く母玉さんは息を引き取った。決勝スタートの時、中島突然のエンスト。しかし再びエンジンがかかり結局7位で完走。レース後彼は誰かが押してくれたと語っている。どこまで人生を楽しめるか。まず人間。エプソン。第12戦イタリアグランプリを前にチームロータスは来年の2人のドライバーを発表した。ピケと中島は今年限り。記者たちが各国に打電する。その頃日本ではこんな記事が出ていた。まあ日本でまあ、これは聞いた話でね、日本の新聞で僕がクビになったようにこう書いてあったって非常にファンの人が心配してくれたんだけどね、まあ、ああいう表現ってのがだから日本的でちょっと違うよね、こっちの感覚とね。お互いのなんていうの、来年の方針がね、使うエンジンもそうだし、スポンサーもそうだし、が合わないから来年からやめて別々の方向で行こうってことになるわけだから、あのさほどなんていうかな、日本でのそのね心配されてるような風はないよね。うん、ここでしっかり心配あの言っとかないとね。
まあでもそれをねまたあんまりごちゃごちゃ僕が言うとおかしくなっちゃうからいつも黙ってこう見てんだけどね、僕の方から言わないとまた勘ぐられる言わないとあれだし、でもあのだからそこら辺がちょっとねあの感覚が違うとこがあるよね。そうですね、うん、例えばクビになるっていうのはシーズンの途中でねいなくなっちゃうとかそれは確かにクビなんだろうけども、よっぽどそのチームをけなしたりね、うん、そういう内輪の揉め事があったとかそういうのであればそうかもわかんないけども、うん、今シーズンの契約は僕は今シーズンちゃんと全うするだろうし、何ら問題ないよねそれはね、うん、世界各国で活躍することは、ね、イタリアは予選19位で10列目グリッドからのスタート、好調にポジションを上げる。アルヌが紹介してますね。そうですね、後ろアルヌ。前チェザリス。はい、ちょっと、クセモノ。はい、抜いてきた。はい。ゴール前3周でリアサスペンションが壊れる。完走できるかわからなかった。執念の10位、フィニッシュ。はい。中島にとって日本グランプリの前哨戦の一つ、ポルトガルグランプリ。いいニュース、ティム・デンシャムが戻ってきた。 F1 デビューの時から中島の車を見てくれていたティムだ。気心も知れている。中島とティムのコンビは次第に力を見せていった。驚くほどはっきり予選タイムに出ている。しかし2日目の公式予選でチームのセッティングミス、結局予選は25位で通過。かろうじて手に入れた決勝への切符、最後尾からのスタートだ。それでもここからの猛追がすごかった。じわじわとポジションを上げる。アクセルは踏みっぱなし。素晴らしい追い上げを見せてくれる。メカたちも湧く。もし予選の結果が良く、あと5台前からスタートしていれば、1年半ぶりのポイントがもらえていたかもしれない。今季最高の7位完走。中島はその晩悔しくて眠れなかった。 I understand he will be with another team. They won't tell me which team it is. Yeah.But I wish him the very best of luck, and I think he's on good form at the moment, and I think he could have a good year next year. そしてスペイン、ヨーロッパ最後のレースだ。予選初日、またしてもとんでもないアクシデントに見舞われる中島。ピットロード入り口で行われる車検でリアウィングの右側だけが1ミリ超えているとクレームがつく。13位だった中島はタイムリストから消された。翌日のフリー走行、中島は失格の悔しさをコースにぶつける。なんとこの時点でタイムは1位。しばらくトップをキープする。彼に残された時間はあと1時間。気合が入る。午後の公式予選、中島は珍しく真っ先にコースイン。最終的には18位で予選を通過した。確実に調子は上がっている。マシンも煮詰まってきた。スペインが終われば鈴鹿だ。まずはここで決めてやる。早いなと。
1日、スペイン決勝、18番グリッドからのスタートだ。右へカーブする上り坂の第一コーナー、中島は3台のマシーンを抜き去っていた。果敢な追い上げが始まる。そう思った直後、そこには3台分のラインはなかった。一瞬の出来事、カペルと接触、リアサスペンションが壊れ、レースを続けるのは不可能だった。しかし不運を嘆いていてはグランプリには勝てない。鈴鹿はだからまあ本当になんていうかな、自分の国のグランプリだからね、いいとこ見せたいね。だから、今年はとにかくね、いまいちそのピントが合わないね、結果と結びつかないし、まあまあのいいことやってきてもこうやっぱりダメだったりしたからね、ひょっとしたら鈴鹿は全部そのアンラッキーがラッキーに転ずるんじゃないかと、全て自分に有利なように一レースぐらいになってもいいなというふうに期待してるけどね。22日午後1時、鈴鹿のシグナルはグリーンに変わる。でも僕にとっちゃ遠回りなんだけど、こういう風になったことの方がびっくりだよね。どこまで人生を楽しめるか、まず人間。エプソン。
どこまで人生を楽しめるか。まず人間。エプソン。この番組は先進の情報機器を提供するセイコーエプソンの提供でお送りしました。